館長。隣にある自動販売機を使って AP の保存と取り出しができるようになったよ。
セーレ、お役に立てるのでしょうか。私の出番ですか？これ以上手加減しないわ。ブローニャはバルキューレシステム起動。作戦会議をし重装ウサギワタリンガラスことナターシャキオラ艦長に見つけ、なんだセーレ。ブローニャはこれ以上重装ウサギ 19C 作戦会議をし準備万端。これ以上ニャンニャン艦長、ゼーレと一緒に遊んでほしいな。ブローニャは戦うこと以外何もない。私は安くないぞ。だがお前が誠意を見せてくれるなら割引してやらなくもない。
仕事終了だよ。館長、頑張ってね。このまま学寮を見てていいからね。
私に勝てる。ブローニャ、作戦地点に到着。目標、補足。ファイヤー。ファイヤブローニャ、作戦地点に到着。
撃開始。発射。ファイヤー、射撃開始。ファイヤー、射撃開始。ファイヤー、発射。射撃開始。射撃開始。射撃開始。任務完了。待機モードに移行。照準装置初期化完了。発射。ブローニー作戦地点に到着。目標パソコン、ファイヤウサギ 以上は手加減しないわよ。艦長に見つか、私の出番ですか。艦長、これ以上は手加減しないわよ。Thank you.
アナ少尉、ニュージーランドに到着したわね。それじゃ任務の説明を始めるわ。ちょっと待ってよ、この前の幽霊戦艦の解析結果が気になるんだけど。ティアナ、任務の遂行を優先しなさい。悪いニュースがあるわ。昨日ニュージーランドで強烈な崩壊が発生した。今そっちはゾンビと崩壊銃だらけよ。オセアニア支部は姫子デザイア14年前天命は3つの強力な崩壊エネルギーの結晶を手に入れた。そのうちの1つがデザイアジェム。3年前天命は極秘の研究計画を実行し、そういうことなら急いで回収しに行こう。何ぼーっとしてるの艦長。ショータイム始まりだ。セッ
館長、ブローニャを連れてホムセットを食べに行きましょう。今すぐ。
これ以上は。装置に表示されているのは。メイ姉様、どうしたの？東側50。東側？学園長、好奇心はもちろんです。仕方ないわね。14年。そうよ、14年前。しかし私たちは最終的絶対メイクに導いてくれ。ましょ。
目標を発見して。目標？オセアニア支部か。説明させて。3年前にオセ…そう言われ…ウェンディは当時私の力が…どうして。デザイアジェムは…ここでこ…帰るね。ブローニャ、これは…重曹…え、すごい。キアナはお断り。ノクトアートローデット。4分後には帰還できます。ウェンディが移動に影響していないことは証明。今日のブローニャちゃんの時間の。どういたしまして。ブローニャがすべきことですから。それとウェンディ、ブローニャのももにある装甲は見ましたか。ブローニャも昔とある実験で両足を痛めてしまい、
しばらく車椅子生活でした。ですが最終的にこの外骨格装甲のおかげで歩行能力が回復しました。すごい。私もメンディならきっと大丈夫だと思います。セーフレイヤ学園に戻って。ありがとう、本当に。本気で私に勝てると思ってるの？よーし、大司教。そうよ、あの方はたとえ私が言っても崩壊核分裂ミサイル一発。ミサイルは第二律者に全く効かなかった。爆発する前に第二律者が全てのミサイルを虚数空間に転移させたの。セシリアはその一瞬の隙をつけ自らを犠牲。デザイアジェムは律者のコアの一部分だったのですね。次の目標は何ですか？艦長、次の目標は
心配して損しちゃった。天命、遥か昔より崩壊と戦う組織。その組織を支えるのは三つの一族。主教を司るアポカリプス一族、聖女を司るシャニアテ一族、騎士を司るカスラナ一族。天命組織を統御するアポカリプス一族は他の一族と違い、崩壊と戦える力を持っていなかった。崩壊に対抗できる力をその手に入れるため、1972年天命組織の主教アポカリプス一族の課長オットー・アポカリプスは秘密の計画を始めた。私が守るわ。ここはどこ？私は誰？実験体 A310 号誕生。 A310 生まれてすぐに言葉を理解して喋れるのか。この実験体は他の実験体と違い、私に説明はここまでだ。覚えておけ。欲しいのなら。つまんない。解散しなさい。壊しちゃうわよ。ハイド&シーク。解散しなさい。
るわ。退散しなさい。早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。私が制約の十字架を振り下ろしたら、あんたたち全員死ぬのよ。やっ、はっ、はっ、早く出てきなさい。いや、出ないと全部壊しちゃうわよ。へい、サイドアンドテイク、やっ、はっ、即戦即決よ。へい、艦隊 A310 号戦車型崩壊銃を撃破、所要時間30秒。右腕がお願い助けて。まだ痛覚があるようだね。改良が必要かな。回復、本当だ。君の体にはだから私も一緒。違う、君は偉大なバルキリーの遺伝子を受け継ぎ、最高位の崩壊獣の力。制約の十字架、私にこんな雑魚たちの相手をさせないでよね。A1 と A2 型実験体には僕のカレンの DNA だけを組み込んだが、完成後5分で溶けて死んでしまった。今回の実験では融合型崩壊獣ビシルの細胞も組み込んだ。A3 型実験体は肉体年齢が12歳になると肉体の成長が止まるが、培養槽の外でも生きられるようになった。1972年3月28日。この戦う姿、カレンカスラナ、君がいる。よくわからないけど。そうかい。騙し。ああ、そうだね。ノクト&ノーデチよ。ヘッヘッ。ステイ。ステッヘッヘッ。ステッヘッヘッ。ステッ。ステップ、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 ステップ
お待たせ。一緒に帰りましょう。私が守る。 A310、 次が最終試練だよ。部屋の向こう。当たり前じゃないか。あれは実験体 A303。 でも人だよ。人を。最後の勝利者は一人と決まっている。君が彼女を殺さなければ彼女が君を殺す。僕としてはよりカレンに似ている君に生き残ってほしい。待って、私、私の番ね。私の時間で誰も勝てないのよ。早く出てきなさい。出ないと全部こわっ。A310 は A303 を殺さなかった。その強さと優しさは僕に僕のカレンが生まれ変わったと感じさせた。だが生まれ変わりなんてものは科学では説明できない。そう、 A310 が僕のカレンと関係がある証拠がないのだ。でも A310 は特別だ。だから孫娘にすることに決めた。名前はテレサと名付けた。1972年3月28日。you
作戦会議をしましょうか。
離して。話してください。嬉しいです。